レッツバイドアニダイン。はい、ということで、2016冬アニメ、最終評価その4になります。サクサクといきたいと思います。デュラララ ×2 ケツ、こちらの方の評価いきたいと思います。ストーリー 2.5、 キャラクター 2.5、 アニメーション3、総合3点という形にさせていただきました。初代デュラララからもうかれこれすごいもう数年間かけてようやくシリーズ完結ということで、非常に、まあその初代から見ていた身からすればね、かなり感慨深いものがあるんですけれども、割と辛口な評価になってしまった理由がですね、まずは、期間がかなり空きすぎてしまっているということで、まあ最後の方にラスボスとかね、黒幕らしき人物が出てきたんですが、一気に出てきたキャラクターで、誰だっけこいつって感じになってしまったと、まあそういったところもあります。あとはキャラクターですね、増えすぎです。そして増えたキャラクターがそこまで活かされてなかったかなと。ただそれは尺の都合もあるかもしれないですし、原作の小説であればね、しっかりと役割があったんではないかなと。まあそういったところでアニメーション単体としての評価ということになりますね。まあただですね、まあ小説、まあライトノベルの小説なんですが、これだけ長い関数をしっかりと、完結までさせてくれたと。まあそういったところはですね、非常に良かったと思います。はい、ではその次ですね、歌われるもの偽りの仮面、こちらの方の評価いきたいと思います。ストーリー3、キャラクター 3.5、 アニメーション3、総合3点という形にさせていただきました。今年の9月に、この歌われるものの最終章が、原作のゲームとして発売されるんですが、あくまで偽りの仮面が、そのつなぎという形で、当然ね、アニメーションとしてはゲーム通りに、終わってはいるんですが、いかにももう中途半端な形で終わってしまいました。ただそれはアニメが悪いわけではなく、ゲームが中途半端で終わってしまっているからということですね。なので、まあストーリーとしてはしっかりと原作、まあ多少の改変はありつつも、帰結は、しっかりまとめたということで3点ですね。キャラクターは魅力的でした。あとアニメーションもですね、戦闘シーン結構迫力あるものも多かったんですが、ところどころ、厳しいのもあったかなと。まあただ、平均的ですね、に悪くはなかったと思います。なので、まあぜひともね、続編のゲーム僕はやってみたいなと思ったんで、まあ最終章ね、もうぜひアニメ化してほしいかなと思っております。はい、ではその次ですね、霊剣山星屑たちの宴、こちらの方の評価をいきたいと思います。ストーリー 2.5、キャラクター3、アニメーション1、総合 1.5 という、まあ厳しい評価をさせていただきました。アニメーション1、初めてつけました。なんでしょう。まあ作画自体はもともとそこまで良くはなかったんですが、まあその話の流れにある戦闘シーンとかもですね、もう完全に諦めて茶化しきっちゃってるんですよね。その、なんでしょう。師匠のオーブというね、仙人がいるんですが、そのオーブ師匠がいつも竹竿っていうか、竹の枝を使って戦うんですが、もうその竹が節目があったりなかったり、緑の怪しいアスパラみたいな棒だったりね。まあ、その一個取ってもしょうがないんですが、もう、なんでしょう。やる気を感じられないアニメーションでしたね。ただ、この作品分割なんです。なので、分割2期目ですね、どう変化するのか楽しみに待ちたいと思っております。はい、ではその次ですね、ナースウィッチ小麦ちゃん R、 こちらの方の評価いきたいと思います。ストーリー 2.5、 キャラクター3、アニメーション 2.5、 総合3点という形にさせていただきました。初めですね、見た当初なんじゃこの昭和臭いアニメと、古すぎんじゃないみたいなね、なぜ今頃アニメ化したんだろうみたいなね、まあそういった先入観バリバリで、見てしまったのもあるのかもしれませんが、そこまで面白くなかったんです。ただですね、6話7話ぐらいからですね、作品のノリにだんだんと体が馴染んでくるんですよね。そうするとその古臭さもね、ものすごく癒しに感じてくるんですよ。でまたね、先生がなんか怪人に向かってプロレス技をねかけてね、ウィーとかやるとこなんかもうすごく面白かったです。ということで、なんだかんだね、面白いアニメだったと思います。なので、まあ
ゆるい気持ちでね、見ていただく方は見ていただければなと思っております。はい、ではその次ですね、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ、こちらの方の評価いきたいと思います。ストーリー3、キャラクター 3.5、 アニメーション 3.5、 総合 3.5 点という形にさせていただきました。こちらもですね、分割決まっております。なので、まあ俺たちの戦いはこれから大エンドだったんですが、23と、まあ全25だったかなのうちの23、24ぐらいの、まあ終盤の展開がですね、結構シリアスで、まあ悲惨な終わり方になるのかなと思いきや、意外にまとまったハッピーエンドで終わりました。まあそこ意外だったんですが、分割のね、引きとしてはちょっと弱いのかなということで、ストーリー3点という形にさせていただきました。まあ名もなき犠牲者はいっぱい出たんでしょうが、名がある犠牲者がほとんど出なかった、まあそういったところが個人的には不満です。まあただですね、キャラクターは、まあ結構色がある、まあちゃんとねしている、立っているキャラクターですし、アニメーションもね、まあCG ではなくてかなり手書きパートが多かったかなと、まあ最近のガンダムにしても珍しいかなっていう形の、アニメーションだったんですが、なんでしょう、まあ分割見るまで何とも言えないですね。はい、ということで、2016冬アニメ最終評価、その4をお送りしました。ありがとうございます。レッツライドアニライン。